こんにちは、ナナボウです。綺麗と楽を同時に叶えてくれるジニエブラに女性らしい華やかさも叶えるジニエレーシーブラのご紹介です。実は2年前から発売しているけどテレビ CM をしていないから知らない人も多い商品。ジニエレーシーブラはジニエブラエアーにレースをつけたのではなく元祖のジニエブラにレースをつけています。 レース付きのブラジャーって、大抵は、表だけレースが付いているんですが、ジニエレーシーブラは、ふんだんに後ろまで使用。ノーワイヤーブラで、こんなにレースを多用しているのはジニエレーシーブラだけです。レースとの縫い合わせも、全部を縫い合わせると、ピチピチになるので、腕回りは、縫い合わせ、あとは点で縫い合わせています。ストレッチレースも、よく見かけるのはダサいレースが、 多いのですが、レーシーブラは、小花柄で、上品なレースを採用。よく見ると、レースの部分が2色になっていて、光の加減でキラキラして綺麗ですが、この部分も、2工程で染めるこだわり。中に着るものですけど、襟が開いたお洋服で、ちらっと少し見えてもキラキラしてオシャレ。ジニエーブラやエアーよりもオシャレしたい人におすすめなんですが、ジニエーブラよりも、 レーシーブラは谷間が寄りやすい。レースが一緒にストレッチしながら戻ってくるので、ボディメイク効果もある。だから動いても楽なんです。胸には、リフトホールドパッド付きで、パッドも取り外しが可能です。サイズ表示も、タグではなく、プリントなども、チクチクしなくていいですね。伸縮もご覧の通り。下の概要欄に、 ジニエレーシーブラのリンクも貼っておきますので、気になる人は見てみてください。